こんにちは、ジャパニーズドライバー藤本です。今日はポルシェ911共信者の方々がなぜ FR ポルシェをポルシェと認めなかったのか、好まなかったのかということを考察したいと思います。まずこのエンジンをかけた時の音なんですけど、キュン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 っていう音がするんですけど、これ他の車にはない音です。2プラス2の室内の ATC カードを認証しました。後ろの方からエンジン音が聞こえるんですけれども、この聞こえ方もボクスターとは違ってるんですけど、かなり独特です。後ろの方から響いて、この車内が独特な雰囲気になるんですけれども、次に発進なんですけど、これ今ゆっくり出るとそんなでもないんですけど、アクセル踏み込むと前がちょっと浮き上がるような感じで、明らかにリアのタイヤにトラクションがかかって進んでいくというのがよくわかります。まずこの動き方そのものが911のファンの方は、昔はこの RR のものしかなかったポルシェ車なので、まあ、911はありましたけれども、この独特な動き方イコールポルシェの動き方と認識されたんだと思います。で、実際に FR を運転してみると、それが 944S2 であれ、いかにハンドリングマシンと言われている944であっても、やっぱりフロントセクションが重いので、この911のようなめちゃくちゃ軽い、半ばフロントが浮き上がっているような感触にはなってないんです。他の車との一番の大きな違いはこの RR で、リアの車軸よりもさらに後ろにエンジンがあるために、前が異様に軽いということ。この乗り味がおそらく911好きな方がイコールポルシェと認識したんだと思います。もちろん911独自のスタイリングというのもあるんでしょうけれども、これは一般的な2シーターのスポーツカーとします。まずフロントエンジン車っていうのは一番普通のエンジン搭載位置、ここです。フロントの車軸の真上、これが一番一般的だと思うんですけれども、 BMW はメルセデス、それからロードスターなんかは、まあ、マツダのロータリーエンジン搭載車の RX7 なんかも同じなんですけど、これをなるべくフロント車軸よりも後ろ側、キャビン内にめり込ますようにエンジン積んで、で、重量バランスを取ろうとしています。重量バランスと、あとは旋回性能なんですけれども、これが俗にフロントミッドシップと呼ばれているものだと思います。で、逆にアウディはもうフロントのトラクション命なので、でっかい V8 を A8 なんかはここに積んでるんですね。フロントの車軸より前に積んでて、めっちゃくちゃおかしいぐらいに前に積んでます。なので坂を登るときにフロントにめちゃくちゃ荷重がかかって、引っ張る力、牽引力をすごく発揮するように考えてるんだと思います。次にミッドシップカーなんですけれども、まあ、V8 エンジンだとして、仮にでかいからなかなかこんなとこ詰まれへんと思うんですけど、ちっちゃい車の場合は後ろの車軸よりもちょっと前に積んでることが多いです。で、ちっちゃい V6 なんかは横置き308D の246なんかはこんな感じの積み方で、モンディアルは 3.2 まではこうで、まあ、クワトロバルボーデかな、348になると348こんな積み方、モンディアル T も同じですけど、こんな感じの積み方で、トラクションのかかり具合としては後ろ側にもかかりますけれども、主に駆動輪なのでここに積むのが効率がいいから、ところが
リアの車軸よりも前にあるので、フロントにもある程度の重みはかかってくるという理屈になると思うんです。ところが、911、リアエンジンのすごい特徴的なところというのは、これが、ちょっと置きにくいんでこうしますけど、ここに積まれているので、お尻の出っ張りのところに積んであるので、まず発進時にはここに力がかか、重みがかかって、こういうふうに極端に言うとこうなりながら前へ進むと。これが911の一番特徴的なところだと思います。逆に言えばフロントめっちゃ軽い状態なので、ボクスターがここへ積んでるとすれば、フロントの動き方、重さのかかり方は、ボクスターより911の方が理屈の上でははるかに軽いと。で、リアエンジンの場合は重くすれば重くするほど、ここがこう沈んでいって、で、駆動輪であるリアのタイヤにはすごく力がかかるんですけれども、フロントは浮き気味。なので、まっすぐ走りにくいっていう感触が、生まれます。実際に高速道路走ってみるとお分かりかと思うんですけど、911をお持ちの方は。彼ら4はそれを欠点を補うためのものだと思うんですけれども、やっぱり前が浮いてるような感じ、接地感に乏しいというか、もちろんある程度接地感はありますけども、そこが911が好きな方が好んでおられる点ではないかなと個人的には思います。カーブを曲がるときにも、ここが重いので、前が軽くて、前動かしやすいんですけれども、やはり旋回ということを考えると、個人的にはボクスターがこんな感じで、ここに積んであるんで、回転中心軸が真ん中に近いので、車体の。こう思いのままに曲がるのに対して、911は前が軽いから曲がる。あるいはハンドルが軽い。という、運動性能、運動感覚だと思うんですね。で、フロントエンジン車 FR のポルシェを、911しか乗ってなかった方、911が大好きでポルシェファンな方っていうのは認めなかったというのは、結局はここに積んであってフロントが軽く動くというのが911ポルシェ特有の動きと結びつけていたがために、たとえポルシェ車が作ったとしても、ここが重たくて動きにくい車っていうのは認めなかったんじゃないかなと個人的には思います。空冷の911ってこんな感じです。これ73カレラの24分の1の模型です。子供の頃から車が大好きで、プラモデルを作るのも大好きだったので、小学校5、6年生の頃からオートモデラーです。タミヤのミリタリーミニチュアシリーズも好きだったのでよく作っていたんですけれども、部屋の中が常にシンナー臭かったようです。そのせいかどうかは分かりませんけども、頭が少しおかしな大人になってしまいました。一人でちまちまやってるのが大好きなので、これからもいろんな動画を上げていきたいと思います。しょうもない動画やけど、とりあえず見といたるわ、と思っていただければ嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。